ホーム三河東郷駅は愛知県新城市川路アザ夜明かりにある東海旅客鉄道飯田線の駅である豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つである新城市新城地区の北部地区に位置する1900年に豊川鉄道によって開業したその後国有化を経て1987年の 国鉄分割民営化により JR 東海の経営に移っている。豊川鉄道時代は川路駅と称された。島式ホーム1面2線の地上駅である。ホーム番線は南側が1番線、北側が2番線である。単線上にある交換駅であり、列車の交換が可能である。駅舎は上りホーム側に存在する。この駅舎には駅周辺で行われた。 長篠の戦いで、小田、徳川連合軍が設置した馬防策を模したモニュメントが取り付けられている。また、法務官の移動用に校内踏切がある。かつては駅員の配置があったが、1984年以降、無人駅であり、管理駅である豊川駅の管理下に置かれている。三河東郷駅を開設した豊川鉄道は、 現在の JR 飯田線南部にあたるとよ橋、大会館を運営していた施設である。この駅を挟む新城から大会までの区間は1900年9月に開通するが、それから3ヶ月遅れた同年12月に、三河東郷駅は新設された。開業時は、三河東郷ではなく、川路駅を称した。1943年8月、豊川鉄道線は、買収。 国有化され、国有鉄道飯田線が成立する。これによって、川路駅も国有鉄道の駅となるが、同時に国有され、飯田線の一部となった稲電気鉄道線にも同じく、川路駅があったことから、三河東郷駅に改称した。1971年には、開業時からの貨物営業が廃止されて、旅客専用の駅となり、 そのまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎えて JR 東海に継承されている。開業時、所在地は南下良郡東郷村が味であった。その後、東郷村は1955年4月に新城町へと合併、1958年11月には新城町は市政を施行して新城市となった。 その結果1985年の時点では、所在地は、新城市川路となっている。飯田線運行形態も参照三河東郷駅には、豊橋方面、飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1本の列車が停車する。停車する列車の種別は普通列車と、上りに1本のみ設定されている、快速列車の2種類であり、特急、稲路は通過する。駅前に、 豊田鉄バスの川地バス停留所がある。新城市中心部の新城病院前を起点に、新城東高校、大会駅前等を経由し、本永市の駅前から北上して、田口へと至る豊田鉄バス田口新城線と、新東名高速道路を経由して、名古屋市の藤ヶ丘駅、長久手市の長久手湖線上駅へと至る高速バス、山の港号がこのバス停を発着している。 東海旅客鉄道 CD 飯田線快速普通茶臼山駅三河東郷駅大会駅ありがとうございます